エンミオ・デ・ジョルジはイタリアの数学者でジョルジ家の一員である。デ・ジョルジは変微分方程式と数学基礎論の分野で活動した。名前はエンミオ・ド・ジョルジとも表記される。デ・ジョルジは極小局面に関するベルンシュテーンの問題を解決した。そのような局面は与えられた境界に広がる最小面積の局面として生じる。証明する上で、 デジョルジはコンパクト性定理とともに、現在幾何学的速度論と呼ばれているものの独自の形式を開発する必要があった。そして、デジョルジは、4次元が少なくとも二の平部分集合の外部では、極小超局面は解析的であるとの結論を得ることができた。デジョルジは楕円型便微分方程式の解の生息性に関するヒルベルトの第19問題を解決した。 デジョルジが研究を開始した時代、数学者は2変数の2回、非線形楕円型方程式を超えるものは何も扱うことができなかった。1957年の最初の主要なブレイクスルーの中で、デジョルジは加速な係数だけを持った発散形式の一様楕円型2回方程式の回はヘルダー連続であることを証明した。この結果は同じく、 ヒルベルトの問題を研究していたジョン・ラッシュにより1957年から58年に並行して証明されていた。デ・ジョルジの結果が先に出版され、1958年のフィールズ賞はこの二人の数学者のどちらかに与えられると予想されていたが結局ルネトムに授与された。この業績によりデ・ジョルジは数学コミュニティの中で普及の名声を得ることとなり、 多くの賞が授与された。その中には、1960年のカチョッポリ賞、1973年にイタリア共和国の大統領から贈られたアッカデーミア、デー・リン・チェイの国家賞、そして1990年にイスラエル共和国の大統領から贈られたウルフ賞数学部門が含まれる。デ・ジョルジは、1983年、ソルボンヌの祝賀会にて、 パリ大学から数学の名誉学位を、1992年、レッチェ大学から哲学の名誉学位をそれぞれ授与された。多くのアカデミー、すなわちアッカデミア、デイ・リンチェイ、ローマ教皇庁科学アカデミー、トリノ科学アカデミー、ロンバルド科学文学協会、パリノ科学アカデミー、アメリカの米国科学アカデミーの会員に選出された。デ・ジョルジは、 ピサコートを市販学校に長い年月関わり、その時代におけるヨーロッパの解析学の結出した学校へと導いた。ルイス・ニーレンバーグ、ジョン・ナッシュ、レナート・カチョッポリといった、その時代の多くの指導的な数学者と文通をした。科学論文レビュー論文。ありがとうございます。